じゃあ音声出します。聞いた。こちらでは。一だね。はい。皆様改めまして、こんばんは。こんばんは。ああ、行きますか。600回。はい。600回いいです。はい。ということでね、この松代テレビ局もですね、2010年に開局いたしまして、その同じ年の11月にね。このしゃべくり松代も始めました。そして、一昨年の5月ですね、このコロナ禍ではありましたけれども、盛大に500回記念を行いまして、今回はちょっとまあ600回ということで、私どもの、そのコーディネーターの丸田先生をはじめですね、この我々スタッフのご挨拶ということで、今日は締めくくりたいと思いますが、よろしくお願いします。それではまずですね、丸田先生、聞こえますでしょうか。はい、聞こえてます。あ、で、はい、よく聞こえます。丸田先生、ですね、丸田先生、こちら映っておりますけれども、丸田先生のですね、最高のお顔を今日は静止画でね、映させていただきたいと思いますけれども、どうでしょう先生、いかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、今回はね、撮影しられていることで、まあ、いろいろこう技術的にも、まあ、いろいろな、ね、トラブルを乗り越えて、はい、ここに来られてですね、本当に継続しております。2010年からですよね。はい、そうです。だから、ね、足掛け12年。はい。でも、600回ということなんでね、はい。まあ、江戸も一巡して、ね、暦も、本当に継続は力がないと言いますけどね、はい、そういうところは私も疑わなければいけないなということで、まあ、ただただ感服をしている次第です。ありがとうございます。はい、一番の財産っていうのは多分トリダムさんアーカイブなんじゃないかと思ってるんですよ。まあ、さらにあれですよね、そのネットワーク、その地域を中心に、まあ、整理を介してのネットワークが進んできていると思うんですけども、まあ、そういったものは財産になっていて、ただこのアーカイブについては、昨日のあれですよね、まあ、データプレイとして、歴史残ることは多分間違いないと思いますので、まあ、まあ、永遠にとは言いませんが、ちょっと続けていっていただきたいというふうに考えているところです。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。先生、もう少しどうでしょう、お話を。もう一言ぐらいいかがでしょうか、先生。はい、デジタルツインっていう言葉をご存知ですかね。はい、デジタルで、双子になるっていう意味なんですけども、はい、現実にこう、松代のね、リアリティの街があって、まあ、歴史に根付いた本当にこう、隙のある街だと思うんですけども、はい、まあ、その、まあ、街がですよ、デジタル化することによって、もう一層ね、デジタル空間に街路ができるというような、これがそのデジタルツインというふうに言うんですけども、はい、街路的にはまさにですね、街路をデジタルツインを作りつつあるというふうに考えていて、この活動がね、本当に広がっていくといいですよね。ありがとうございます。はい、若者を巻き込んだりですね、はい、他の地域の人を巻き込んだり、別の活動を、ね、やっている人たちを巻き込んだりできると、ね、いいですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、先生、また我々スタッフですね、一言ずつご挨拶申し上げましてですね、最後に先生、はい、また締めくくりをお願いしたいと思いますけれども、もう少し、はい、よろしくお願いします。それではですね、はい、こちらに、カメラ部長を片桐さんがおりますので、片桐さんからですね、一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さん、こんばんは。この間、500回記念ということで、メディアにいろいろとお話の、やっぱり予定でしたけれども、コロナの影響もって、
なかなかそういうことができないで、そういう今日600回、今日100回ですね、あっという間でしたね。500回は随分長いような気もしたんですけども、この100回は本当にね、もう100回になったんかなというぐらいで、ですね。ですからもう本当にあと700回、800回と、もうすぐ来るんじゃないかと、こんなふうに思っております。まあ、いろいろとまっすぐ発信したいと、こんなふうに期待しております。はい、ありがとうございます。はい、それでは、三田さん、行きますか。じゃあ、事務局長、はい、はい、お願いします。はい、まあ、600回っていうのがありましたけど、ちょうど節目の時に、ね、ロイヤルさんの25周年っていうのもひっくるめてですね、ちょうど良かったかなと思います。でもね、早いなと思いますね。まあ、さっき片桐さん言ったけど、500回終わってたのに、600回。もう、なんですかね、皆さん、その、集めて、ね、こうやって来ていただくっていうあれをしてるんだけども、ああ、もう早い早いっていう感じですね。毎週のことなんでね、やっぱり気が抜けないなっていうような感じはしてます。はい。まあ、これからも引き続いてね、なんとかやっていければいいかなというふうに思います。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。今ですね、カメラをですね、今交代しているところですので、あと三田さん、30秒ぐらいお話できますか。はい、あ、はいはい。はい、ね、はい、まあ、いろんな方に出ていただいているっていう形があるのでね、やっぱ今回もまたね、いろいろと引き続いて、なんですかね、いろいろなお客さんをお迎えして、やっぱり、なんですかね、楽しんでいければいいかなというふうに思ってますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、今カメラ担当の尾形さんがこちらに到着いたしましたのでですね、はい、尾形さんから一言ご挨拶をお願いしたいと思います。カメラ担当しております尾形です。まあ、早い分でも500回からもう600回になるんですけど、もうコロナに負けずですね、これからも良い発信をですね、続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、二本松さんですかね、いきます。はい、二本松さん、よろしくお願いします。ちょっとすいません、セッティングを変えますので、はい、はい、今度大丈夫かな。はい、はい、いいですかね。はい、よろしくお願いします。はい、シグロ500回ですね。500回がちょうど2年前の5月の25日、今日は4月25日ということで、25日ちょうど続きました。そしてロイヤルホテルさんも、まあ、25年を迎えて26年目と。なんか2525で、ニコニコでいいですね。いいですね。はい、なんか本当にあっという間という感じがまあ、しますね。感じとしてね。500回を迎えて、今日までの100回っていうのは、まあ、ちょうど記念誌を発行したりとかいろいろの作業もありましたけれど、非常に思い出の深い濃い、まあ、2年間っていうんですか、100回になったなという感じがしてます。先ほど村田先生がデジタルツインのお話をされました。これから非常にそういった仮想現実のことからアバターを作ったりとかいうようなことで、多分700回迎えるまでに各自のアバターだけで大変何回かしゃべくり待つ人が実現するんじゃないかっていう、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけどいいですじゃないですか。まあまあ、そんなようなことで、はい、大いにね、デジタル関係について私も興味持っておってやっておりますので、またいろいろとアドバイスの丸田先生お願いをしたいと思います。今日は丸田先生の一番いい顔を静止画でお送りしておりますのでね、ということで、さっき宮坂大臣と打ち合わせしたんですけど、その表現を忘れてたようでございました。すみません、長くなりました。福井さん、はい、じゃあこっち、こっちか、はい、あ、はい、どちらさん行きましょうか。坂井さん、はい、坂井さん、はい、はいはい、600回、ね、ついに来ましたって感じですけども、まあ、
ずっと100回からやってまして、通過点に過ぎないのかななんて思ったですね。ただ600回こういうコロナっていうマスクをしての授業でしたので、次の700回の時にはマスクを外して皆さん笑顔でできるように、ね、状況になればいいなと思っております。はい、では次住吉さんいきます、ね。はい、ありがとうございました。はい、住吉さんお願いします。600回ということなんですけども、はい、カメラ、話が、大嫌いな清水ですけど、はい、今あの大紫のクラブがものすごく忙しくて大変なんですけど、それで、まあなかなか忙しいんです。それであと、まあ、趣味のハーモニカも一生懸命やってるんですけども、なかなかこちらの本業のテレビの方がなかなかうまく、協力できてないかなと思いますけど、できるだけ700回までまた、700回に向けて、少しでも協力できるようにしたいと思いますけど、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしいね。はい、じゃあ福井さんをいいですか。はい、福井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。せっかくの700回だったんですけど、一部音声はちょっと拾えてなくて、後で録画版をアップしたいと思います。今インターネット その世界っていうか、インターネット含めた現実の世界では GAFA っていう、4つの企業が、なんていうんですかね、独裁心体制になっているので、どうにか崩せるように、町のテレビ局としてもなんかできればいいなと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございます。それがですね、先ほど冒頭お話ししたんですけども、丸田先生、最高のお顔の丸田先生、いかがでしょうか。丸田先生、はい、丸田先生、いかがですか。電話の方で電話どうでしょうか。丸田先生、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、一度ご挨拶させてもらうので短めにしますけれども、はい、次の700回楽しみにしてます。丸田先生だけにして、はい、あっという間だと思いますけれども、先生、また見捨てないでですね、引き続きよろしくお願いしたいと思います。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、先生ありがとうございました。